everyone. This is ギクボルスターポッドキャスト。I'm DJ ロマーリオ。さあ、今日はですね、当店の2号店、ルースターノースサイドっていうのがあるんですけども、そちらで毎週月曜日に、ブルースセッションデーというものが行われております。これは一体何なのか。今日はその、ブルースセッションデーの、セッションリーダーである城庄司隆さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。セッションリーダーの城庄司隆と申します。気楽にたかっちゃんと呼んでやってくださいって。どうぞよろしくでございます。はい、もう、はい、ブルースセッションっていうものはですね、はい、一体何なのかっていうところから、あの、私でも参加できるんでしょうか、あるいは行ったことないけどいきなり行っても大丈夫なもんかとかですね、はい、そういったことをですね、ちょっと、はい、初めの一歩からちょっと説明 していきたい感じなんですけど。ああ、なるほどね。はい、まず、セッション、ブルースセッションということになると、はい、ブルースをセッションするっていう、ものすごい分かりやすい、ものすごい分かりやすいですね。はい、はい、で、どんな感じなんですかね。いきなりステージに全員上がる、来てる人が適当に上がるわけじゃないですね。いやいや、それは違いますね。それをね、私が担当させていただいておりましてですね、はい、最初のセットはこのような方、その次はこのような方というふうにですね、中心となるのはやっぱりブルースですから、歌を歌う人が中心になります。は、全く分かりませんので、はい、ちょっと、もうちょっと、じゃあ入り口から入ったところからしますね。そうです、入り口は入りますね。そのルースターノースサイドに入って、はい、いや行ってみました、はい、まず何するんですか。いらっしゃいませ。まずはですね、はいはい、カウンターに行きましてですね、はい、そこにですね、用紙が置いてあります。自分が例えば、私は歌を歌います、私はギターを弾きます、私はドラムを叩きますね、私は、笛を吹きます、うん、いろんなことがありますが、はい、それを、記入していただきましてですね。お、記入する。はい、まずお名前と、はい、お名前と、それから楽器、パートですね。なるほど。はい、それを、記入していただきまして、うん、そしてもって、まあお酒飲むなりですね、ご注文していただきまして、なるほど、それでお席の方へついていただくと。ほうほうほう。はい、そしてですね、私がその正面出てまいりまして、次は誰々さんとお呼びいたしますので、なるほど、それまでの間にですね、楽器の準備なりですね、例えばチューニングとか、うん、そういったものをしながらですね、他の方のプレーを聞きながら見ながらですね、お待ちいただくと、このようになりますですね。ああ、じゃあ、はい、例えば銀行の窓口で、城庄司さんとか呼ばれるようなものですね。はい、いやいや、そこまで大きくはないですね。はい、ピンポンって番号が出るわけじゃなくて、はい、私がとぼとぼと前に出ていきまして、次は、ギターは誰々さんお願いいたします、うん、ピアノは誰々さんお願いいたしますと、このように申し上げますのですね。はい、その時に出て行っていただきましてですね、それをもってその時の、リーダーがですね、言う曲をやるということになるんですが、わかりました。はい、じゃあまあそこまでは大体わかりましたですね。はい、ステージ上に呼ばれる人は、はい、司会進行のセッションリーダーである城庄司さんが、はい、まああらかじめこう決めて順番、まあ、ある程度順番で呼んでいるということで、ね、そうですね、はい、あらかじめ、なるほど、それではこの方は前から存じ上げてる人だったら、ああ大丈夫だからこういうようにしようとか、その組み合わせは私の方で考えさせていただきますので、初めての方はですね、おそらくは、そのサポートをうまくできるようにということを目指しておりますのでですね。なるほど。はい、ちょっと紐解きますとですね、はい、まずそのサポートと言ってもですね、ちょっと意味がよく分かりにくいので、はい、まずステージに呼ばれたらですね、はい、何を演奏するっていうのは誰が決めるんですか。あ、それは、その時に歌を歌う人です。歌を歌う人、はい、はい、例えばボーカルギターの人とかですね、歌、はい、単独の人もいらっしゃいますけどね、はい、そうです。で、その人が例えば、Everyday I Have the Blues っていう曲を歌いますと、はい、言ったら、みんなが呼ばれたステージに行ったみんながそれをやらなきゃいけなくなるんですね。そうですね、はい、なるほど。でそれでですね、はい、分からないときはそのメインの人に聞いてもらいます。うん、うん、
もうどうしても分からなければ、聞いていただいて大丈夫でございます。なるほど。そうするとその人が懇切丁寧に説明をしてくれます。例えば、はい、キーは何々で、はい、どんなコード進行で、はい、あるいはリズムがどんなんで、うん、とかっていうことをその人が全て仕切りますので。なるほど、はい、分かりやすいですね、はい、いきなりステージ上がっても、はい、俺その曲知らないけどなと思っても、あ、この説明を聞けばなんとなくは分かるということですね、はい、音を出してから歌を聞くなり、そのギターの演奏を聞いてですね、それからゆっくり入っても大丈夫です。なるほど、なるほど、はい、ですね、じゃあまあ私が超行ったことのない、ブルースギター初めて弾きますみたいな人だったとしたら、はい、不安になるのは、はい、ソロ回ってきたらどうしようとかですね、はい、いつまで弾いてりゃいいんだろうとかですね、はい、その順番はどうやって回ってくるんだろうとかですね、はい、いろんなことが不安になるんですけど、はい、その辺は誰がどう指示するんでしょうか、はい、それも全てボーカルの人が指示をしてくれますので、はい、まずはい、あなたソロですよっていうことをそのボーカルの人が指示してくれます、うん、はい、そしたらもう力いっぱいソロ弾いてください。なるほど。それでもうそろそろいいから、あるいは、もうこれぐらい弾いたからいいかぐらいの感じのところで、まあ目安としては2コーラス分ぐらい、あるいは3コーラス分ぐらいが大体目安になりますが、あ、はい、なるほど、ちなみにですね、その2コーラス、はい、3コーラスっていうのを、はい、説明させていただきますと、はい、例えばそのエブリデイアイハブザブルースでありましたら、はい、まあ、多くのブルースがそうであるように3コードっていう、はい、まあ、キーが例えばエブリデイアイハブザブルースだったら A っていう人が結構多いんですけど、はい、A と D と E の組み合わせですね。そうですね。で、はい、それが、12小節あるわけですね。12小節が一回りでワンコーラスということですね。はい、ワンコーラス、ね。つまりギターソロが回ってきたら、その12小節を2回やる、はい、あるいは3回やるぐらいが適当ではないかと。はい。はい、いうことですね。それでボーカルの人にですね、はい、返してもらって、もしも素敵なソロだったらね、そうか、まだこの人はやり足りないだろうなと、ボーカルの人が思えばもっとやれみたいな合図が来ます。なるほど、はい、その時はもっとやってください、思いっきり。なるほどね、はい、分かりました。で、はい、もういいここぐらいでいいですよっていう時はこうボーカルの人に、ボーカルの人に合図を送ってください。はい、もうこう弾いてたとしても、はい、ボーカルの人にこうちょっと目で合図すればここまでだなっていうことが分かるっていうことです、はい、そうですね。なるほど、なるほど、はい、そういうコミュニケーションを取るのがセッションなんですね。はい、そうですか。ちなみに1回呼ばれたら何曲やらなきゃいけないんですか。はい、だいたい2曲はやりますね。なるほどね、はい、1回呼ばれたら、はいはいはい、ちなみに、自分も歌いたいんですと、はい、ギターだけじゃなく、はい、そうするとさっき歌ってた人の次にボーカルが回ってくるっていうこともありますか。はい、主にそういう風にしております。ということはですよ、はい、2曲バッキングしてた後に2曲歌うことになるわけですね、はい、そうですね。そうすると合計4曲できるわけですね。はい、歌を歌う人はお得です。あ、はい、そうか、なるほど、はい、その場合今度自分がフロントに回るわけですけど、はい、その時に、はい、一緒に演奏してくれる人は、はい、司会進行の白庄司さんがメンバーを決めてください、はい、ガラッと変わったりするわけですね。ガラッと変わる場合もありますし、その前から引き継いでる方もいらっしゃいます。いらっしゃいます、はい、例えばベースとかドラムの人はそのままだったりする場合が多いですね。多いですね、はい、はあはあはあ、はい、なるほど。それはもうドラムとかベースの人がすげえ山ほど来ちゃったらそれは交代するかもしれないけど、はい、例えば数が少なかったら大体ギターの人が多いことが多いですもんね。まあ、ほとんどそうですね。そうですね、はい、そうするとリズム隊、いわゆるベースドラムとかの人は同じだったり、はい、でキーボードの人が1人しか来てないっていう場合は、はい、ずっとキーボードの人がいたりとか、はい、もうね、疲れ切るまでやってもらったりしておりますですね。じゃあキーボードの人は結構やれる回数が多いかもしれない、はい、そうですね、はい、でもやっぱりねブルースのセッションですからね、はい、できれば歌を歌いましょうということを私は、皆さんに、はい、推薦しておりますね。なるほど、はい、ちょっとそこの部分教えていただきたいんですけど、はい、なぜブルースのセッションは歌わなきゃいけないんですか。なぜ、もともとブルースっていうのは歌物が
中心なんですね。ほうほう、はい、歌を歌うっていうのは、そう、歌があって そこに、楽器がついてると、うん、まあこのような感じでございますのでですね、うん、ブルースはだいたいそうなっております。でギターが上手になりたければ、ギターのソロとかが上手になりたければ、ブルースの場合は歌を覚えましょう。歌を歌うとギターが上手になります。確実でございます。あ、そうなんですか。はい、もうそうです。歌心が芽生えます。なるほどね。はい、そうですか、わかりました、はい。ということでですね、はい、気軽に行って、演奏できる、はい、ということにはなってますが、はい、どの程度の演奏のレベルがあれば参加できるとお考えでしょうか。あ、スリーコードとかがちゃんと、コード進行とかが、12小節のそれとかがちゃんとわかることですね、うん、要するにコードがちゃんと抑えられる、カッティングができる、うん、その程度で十分でございます。あとはチューニングができることですね。まあね、はい、そうですか。そうです、はいはい、行っていろんなことが学べるってこともありますよね、はい。普通にじゃあ A と D と E ですねと思って、普通に例えば普通の A と普通の D と普通の E のコードを弾いてる人ってあんまりいないんですよね。あー、なるほどね。まあ、はい、曲によってはありますけど、はい、なんか違う抑え方してるとかですね、初めての人は思う場合が、あー、なるほどね、はい、ありますよね、はい。それは、はい、ナインスとかですね、はい、セブンスとかですね、はい、そういうコードを使ったりするケースが多いんですよね。そうですね。でそれを知らないで行っても大丈夫ですか。大丈夫です。あー、はい、最初はそれで大丈夫です、うん、そこから覚えてもらえばいいです。なるほど。であとその休憩時間とか自分が出ていない時にですね、さっきのギターの人上手だったなとかって思った人にですね、もろに尋ねてください、聞いてください、うん、そうやってコミュニケーションをとって、おしゃべりをしていろんなことを学んでください。先輩方が教えてくれる、はい、ってことですね。もう親切に教えてくれますよ。そういうね、常連さんはね、なかなか親切な方多いですから、多いですね、顔は怖そうでもね、大丈夫ですよ。顔怖そうなんですか。顔怖そうな人もいますがね。あ、そうですか、はい、白醤油さんは怖くないですか。あ、私は怖くないですよ。そうですね、はい、全然怖くないですね、はい、全然怖くないです、優しいです、はい。ちなみにですね、はい、毎週月曜日、はい、何時から何時まで。はい、オープンは7時からなんですが、だいたいメンバーが集まり次第というところで、検討7時半頃からスタートしまして、はい、そして、ラストは11時と、うん、このようになっております。なるほどね、はい。おいくらかかるんでしたっけ。はい、参加費が500円、ほう、あとはドリンク代でございます。なるほど、はい、ドリンク代は確か500円、はい、ね、500円でい、ということは1000円あったら行ってみようみたいな感じですね、はい。するとですね、あと自信のない方はですね、まあ、楽器も持ってきていいんですが、ちょっと見学させてくださいと。お、見学。はい、うん、見学の場合は参加費はいりません。お、はい、飲み物だけでいいと、はい。ただしその途中でですね、あ、これだったら僕も参加できそうだと思った時はですね、はい、途中からでもエントリー OK です。それはさっきのカウンターの受付のところに行って、はい、やっぱ参加しますって名前書いて、はい、名前書いて、はい、くれればいいわけですね。そうですね。で500円払っていただく、はい、それで大丈夫ですよ。結構そういう人は多いんですか。はい、結構います。若い方は特にですね、様子見で、まずは、はい、どんなもんか、私なんか最初様子をちょっと見て、それで途中からやっぱり出てもいいですかっていう話にもなります。あ、それからギターとかベースとかは、貸し出し用の楽器も用意してありますのでですね、お、それはもしかしたらですね、例えば会社帰り、会社にギター持っていくわけにいかないじゃんっていう人はいいですね。はい、手ぶらで来ていただいても大丈夫でございますよ、はい。ドラムセットもあったり、あります、はい、ピアノもあったりする、はい、ピアノもあります、はい、ベースもあるし、はい、アンプもあるし、全部あるっていうで、ね、何でもあります、はい。じゃあ本当に手ぶらで、手ぶらで来ていただいて、で、まあ、飲みがてら来ていただいて、あ、一応じゃあ俺もやってみるかで、途中から参加でも OK でございます、はい、はい。で、まあ歌を歌うっていう方は、はい、まあどんな歌を歌いたい、歌っている方が多いんですよ。例えばマディ・ウォーターズっていう人の曲をやっているとか、はい、
BB キングの、あとまあよくあるパターンではクラプトンとかですね、はい、あるとは思うんですけども、はい、主にどんな感じでしょうか。さてさて、それは難しいですね。そうですね、幅広いって言っても狭いですけどね、はい、はい、まあアメリカの、アメリカの、そうですね、黒人の、はい、いや日本の方の歌っているブルースでも大丈夫ですよ。例えば優香なんであったりとかですね。なるほどね。それでも大丈夫ですよ。大丈夫ですね。はい、はいはいはい。それでちょっとコード進行の違うようなのをやりたい方、歌う方は特になんですが、うんうん、ちょっとそういう、コード進行とかを書いたですね、ものとかを持ってきていただけると、まあ、譜面っていうほどのものじゃなくてもね、なくても大丈夫ですよ。その小節数とかコード進行とかが分かれば、それでなんとか、みんなでセッションですのでですね、そうですね、みんなのノリでできるので大丈夫ですよ。そういうのを持ってきていただけると助かりますね。なるほどね、はい、そりゃいいことを聞きました、はい、というか言わせて話しますけどということでですね、はい、じゃあ白障子高橋さんが毎週月曜日、はい、お待ちしているということですね。はい、お待ちいたしておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、じゃあ初めてですがブルースセッション行ってみようという方はですね、はい、ぜひホームページ、はい、荻窪ルースター、ノースサイド、ね、ルースターノースサイドのところにセッションっていうバナーがありますので、はい、そこを開いていただくと、なんと今言ったような話に加え12小節のコードパターンとかですね、セッションの、上手なやり方などがですね詳しく書いてありますので、そちらをご参照の上ぜひお越しいただきたいと思います、はい、ということで皆様よろしくお願いいたします。白障子高橋さんでした。はい、どうもありがとうございました。